ウントダウン続行中。発車まであと12分。お坊ちゃま、ここはもう僕の部屋になった。なのになぜお前がいるのだ、マサル。いつまでも未練たらしく居残ってんなよ。うん、たくさんいた僕が後から入ってきたお前にどんどん追い出されちゃった。そうさ、この部屋はダウンロードというドアを通ってきた僕が使うのさ。だからマサル、お前は出て行きな、出て行きな、出て行きな、出て行きな。出て行きな、アサル。お前の脳から。井戸の水ってどのくらいあったのかな。え、なんだって。ほら、インさんがゾナハ病にかかったクローグ村の人たちを助けるために柔らかい石を投げ込んだあの井戸だよ。はあ、今さらお前何言ってんだ。投げ込まれた柔らかい石は井戸の水を全部万能の薬アクアウィタイに変えちゃったんだよね。一体その中には。
だんだん頭がぼんやり。まいったな。終わりって急に来ちゃうのね。せっかくさ、マサルちゃんを助けたりしてさ、これからもっともっと仲良くなりたかったのにさ、約80年も動いてきて、私結局何だったんだろう。何にもないよ。何にも。ロケットから落ちた僕らを助けてくれたんだろう。そのせいでそんなになった。いつもの気まぐれよ。それよか、早くあっちに行っちゃってよ。もう髪もボサボサ、顔も傷だらけでしょ。私としては人間のあんたなんかに見られたくない格好なわけよ。だからほら、とっとと消えちゃって。嬉しいな。やっと男の人に抱きしめてもらっちゃった。人間の肌ってこんなにあったかいんだ。人間の手ってこんなに優しいんだね。嬉しいな、嬉しいな、嬉しいな。僕はこんなに助けてもらったのに、ずっとお前は信じられなくって。ねえマサルちゃん、本当のこと聞きたいな。エレオノールのこと愛してるんだよね。そんなこと。この豚ちゃんはお買い物、この豚ちゃんはお留守番、この豚ちゃんはおやつ食べ、この豚ちゃんはお土産持って、この豚赤ちゃんウィー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 、ママのとこへ帰る。